はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。さてさて、本日からはですね、ちょっと陸のねユニット3つに分けて、どんな配置がねこの編成に刺さるのかっていうところをね話していきたいと思います。どういうことかっていうと、まあ、陸のね、前回取る大きな、編成ってホグライダー、あとディガーで、あとネクロマンサーっていると思うんですよね。まああのね、それプラスペッカボーラーもいるんですけども、ペッカボーラーはね割となんかどんなところでもね密集したところに関してはガンガン突っ込ましていっちゃうみたいなところで、あんまり特徴として私見つけられにくかったんで、この3つのね編成に関してどんな村の特徴があった場合にどれが使いやすいのか、こういうところもねちょっとよくね話をしていきたいというふうに思います。で、3回に分けるんですけども、とりあえずね、今回のお話っていうのは、ディガーにね、ちょっと話を、集中していきたいと思います。まあ、ディガーってまあどんなユニットかっていうと、まあ、当然よく皆さんご存知の通り、穴を掘って潜って壁を無視するっていうまあ特徴があるユニットですよね。まあ、そのおかげで、壁をね、どんどん気にせずに、一番近い施設に向かっていくため、防衛室だけを下げるわけでもないわけですから、結構ねばらけてしまうっていう特徴があります。なんでホグライダー以上にね、そのディガーを使う場合にはルート作りっていうのが、まあ、極めて重要になってくるというふうに私理解してるんですけども、じゃあどんな場面で役立つかっていうと、ルートがまあ簡単に言えば作りやすい配置なんですよね。でかつホグライダーと違うところっていうのは、相手のバーバリアンキングやスケルトントラップ、アーチャークイーンっていうユニットをディガー自身が処理してくれるんですね。なんで必ずしもルート作りの段階でこれらの、ユニットを処理しておく必要がないというまあ特徴があります。で早速ねディガーがスタートしていますけども、特にね今回の動画においては3つの、スメをね見てもらいたいと思います。で今ねもう流れているこのアタック、もうねちょっとね途中まで行っちゃってるんで、もう一回最後まで見てから細かくね解説をして、その後にもう2本リプレイ流して今回終わりにしたいというふうに思いますので、最後までね、お付き合いをいただければ嬉しいなということで、よろしくお願いいたします。まあ、ここ見ても分かる通りディガーね結構まだまだ残ってますよね。こんなにたくさんのディガーが残って破壊率が 75% 回っていると。アーチャークイーンはねここで落っこっちゃったものの、まあ、ディガーの数を見て、あと、ヒールの呪文も2発あるので、まあ、これは全開見えるなっていうのがここで分かりますよね。まあ、非常にうまいアタックになっていると思います。もう時間だけっていうところでしょうかね。あとはね、はい、あとこのまま押し切って、全開という格好ですね。ではね、もう一回このタックちょっと細かくね、解説を入れて見ていきたいというふうに思いますので、お付き合いください。かかった時間は約2分20秒。ディガー編成でこんだけの時間っていうのは結構短い方だと思いますね、私。で、まずは見てほしいのが、ここなんですよね、ここ。わかりますかね、ここ。隙間がありますよね、ダミー壁。これ1マスなんで絶対テスラも入ってこないんですよ。そうすると、この配置っていうのは、大きく言って、ここでこう切れるわけですね、2つに。なので、今、キヨさんが攻めてくれてますけども、ディガーをガッとこの一直線に、糸も簡単に回し切ることができたんですね。で、こういうルートが非常に作れる、配置に対しては、ディガーって本当強いです。潜っている間はダメージ受けないので、ホグライダーよりもダメージの その受け方っていうのが低いんですよね。で、その分、こっち側に逸れてしまったりしないようにアーチャークイーンできっちりこの辺がっつりカットしてますよね。わかると思いますが、どうでしょうね。レイジもかけながら、クロスボウのターゲットを集めながらしっかりね、ボイスを削っていってディガーのルートを作ってます。で、ディガーは今ここにたくさん溜まってますけども、まっすぐ一直線にこっちまで行きますね。で、まっすぐ一直線に6時方面まで到達してからは、今度はこうばらけてしまうんですけども、まあ、終盤ね、ばらけてしまうのはそんなにまあ、大丈夫っちゃ大丈夫です。序盤にばらけちゃうと、防衛施設がね、あっちこっちに存在するので、ダメージが集中して、あっという間にこう、全滅しちゃうんですけども、
まあ、終盤もうね防衛施設の数もある程度限られてますよね。これだけになっていればディガがこう分かれていってもね、このそう簡単にやられはしません。数の力で押し切れるんですね。なんで、まあ、ディガーを投入して、まあ、破壊率が 50-60% を超えるぐらいまでしっかりねディガーが固まって動けるようなルートが作れる配置で、かつその時にね相手のバーバリアンキングとか、あとは防衛軍は厳しいけどもアーチャークイーンぐらいならディガーはね、そのまま殴り倒してくれますんで、これらが序盤に処理できないような難しめな配置に関してはこのねディガー編成本当によく、刺さってくれるというふうに思いますね。まあ、特に、ホグライダーよりも、陸のね、そのルート作りっていうのが、まあ、入りのルート作りっていうのかな、これがシビア、まあ、それなのが、ディガーと、まあ、いうふうにまずはね、思ってもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。やっぱねよくねディガーをそのアーチャークイーンとかそのババキンが処理できないからっていう理由だけで使うことがあると思うんですけども、これはあんまり個人的におすすめ、まあ、私はしないかなと思いますね。それよりも、まあ、ディガーがちゃんとね固まって動けるルートです。何度も言いますけども、防衛施設をターゲットするホグライダーと違って何でもターゲットしちゃうので、ディガーはホグライダー以上にばらけやすい、そこをねよく認識する必要があるかなと思いますね。で次のアタックは、これまたクイヒーディガーなんですけども、キヨさん本当ね今回ディガーで取りまくってくれていて、ここのゾーンっていうのをがっつりと削っていきます。まずねクイヒーパート でさらにバーバリアンキングでここを削るんですね。なんでまあここが全部削れてるこう状態になるわけですよね。そうすると残ったパートっていうのは、まあ、ここだけにこうなってきますね。こんな風にここなので、そこに向けてディガーを一気にこう出していくということになりますね。でちょっとねこれねディガーそれんじゃないの、大丈夫なのっていうふうに、まあ、当然皆さん思うと思うんですが、ちゃんとねグランドオーデンのトームの柵の中に主力のディガーがこう残ってるんですよ。ここわかりますかね。これ難しいんですけど、これが主力です。でこっちはおとりですね。おとりというか、まあサイドカット用のディガーっていうぐらいに思ってもらえたらいいと思います。で主力のディガーはしっかりこう束になってね奥へ奥へとこう進んでいっているのがわかると思いますね。で今ここでやっとばらけましたけども、さっき言ったようにもう破壊率 70% ぐらいまで来てますんで、多少分かれたところで全然ダメージが分散してるからそう簡単にやられないんですね。で、まあ、今回の攻めにおいてはアージャークイーンもしっかりこうね生き残っていますので、なおさら最後の回収っていうところにおいてアージャークイーンが活躍しますね。どうでしょう、まあ、こんな形でディガーが 80% 台後半でこれだけ残っているというねアタックになる、まあ、その秘訣っていうのは何度も言いますけども、ルート作りですね。束にしてディガーを動かせる、このねルートを作れるかどうかっていうのがディガー編成が成功するかどうかの、まあ、大きなね分かれ目になります。何度も強調しますけども、防衛施設をターゲット取るホグライダーよりもばらけやすい、でばらけてしまったが瞬間一気にやられちゃうっていうのがディガーの怖さなんで、ちゃんと束になって動けるかどうかっていうところをしっかりね把握しておく必要がありますね。さてではね最後の1本見て、今回の動画も終わりにしたいというふうに思います。最後の1本はですねこちらになりますね。5回戦目のこのアタック、もうキヨさん特集になってしまいました。ものすごいねディガーが今回うまかったんで、もうバコバコ全開取ってきますからね本当で、まあ、今回のねこの最後のアタックっていうのは、今までのアタックよりも結構ディガーがばらけちゃうパターンですね。なんでかなり紙一重かなというふうに私は思ったんですが、まあシングルインフィルタワーとかがねこうあったりするおかげで、まあ、ディガー数で攻めますから、その数をねまとめて、殴れるような施設っていうのが、さほどないことにもまあ救われたかなっていうふうに思いますね。この辺にこうウィストンがありますけども、まあ、それもね今アーチャークイーンがそのクイヒーパートで結構壊しにかかってくれてるんで、結構その辺がね最後ディガーが、耐えてくれた要因だったんじゃないかなっていうふうに思っているところなんですけども、ディガー早速スタートしますね。ただ今回のねやっぱ攻めにおいてはやっぱりここがもうごちゃっとしてますよね。ごちゃっとなんで見てもらうと分かるんですけども、ディガーがね割れちゃうんです完全に。まあ、破壊率にして 50% 台ぐらいのところで割れてしまうので、まあ、本来ならちょっとねやべえなっていうふうに思うところなんですけども、
まあ、さっきも言った通り、ギガをまとめて壊せるような施設っていうのが、まあ、あんまなかったことに、まあ、今回は救われたんじゃないかなっていうふうにね、思うところですね。イーグル砲を壊していって、今ここ割れてるの分かりますかね？こっちとこっちに割れちゃってますよね、ディガーが。で、特に、12時側、こっちの方は火力高いんで結構ディガー削られてます。これ、効果不効果ね、ディガーにヒーラーがスイッチしてくれたっていうのもありますね。これも結構大きかったかもしれない。ここでディガーにヒーラーがスイッチするおかげで結構ディガー体力削られずに進むことができてるんですね。で、トウモを使って、さらにここからディガーが散ってしまうんですけども、散ってしまったディガーたちが、かっこ撃破されないように、うまいことね、こう、サポートを入れてます。まあ、このヒールの呪文、ちょっとこれは多分ミスですね。本来なら主力である、まあ、ここにいる集団、こっちの集団とかにかけていくべきだったんですけども、1体しかいなかったヒーラーにかけ、ディガーにかけちゃったっていうのは、ちょっとね、まあ、失敗だったかなと思うんですが、それでも、まあ、さっき言ったように、束になっているディガーを処理できる施設があんまないのでギリギリね回し切れたというところです。まあ、これ見てね皆さん多分感じたと思うんですけどもディガーがこういう風に至る所でこう分かれてしまうような状況になるとかなり怖いなっていう風にね感じたんじゃないかなっていう風に思います。ほんと怖いんですね。ディガーって割れてしまうとあっという間に撃破されてしまうし、まあ、スケルトントラップなんかがね陸でいっぱいあったりしたり、あとまあネクロマンサーなんかにね防衛援軍捕まったりするとほんとすぐやられちゃうんですが、その代わり、まあ、これらのねスケルトントラップやネクロマンサーとか防衛援軍はある程度、今回では食い火パートですね、ディガー出す前のパートで処理ができて、でディガーが束になって動けるような環境が作ることさえできれば本当にね力を発揮するユニットなんで、何度も言いますがルート作りですね。このルートが、ホグライダー以上にシビアなそのルート作りができるかどうかが大きな、使えるかどうかの判断の分かれ目になっていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ではね本日は、ディガーの特集ということで、これからね、ネクロマンサーホグライダーとやっていきたいと思いますので、引き続きね楽しみにしてもらえたらというふうに思います。本日はこのあたりで失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいです。では失礼いたします。バイバイ。